主審に小屋光栄、副審に武田和夫、同じく副審に桜井大輔、第4審判金継雄之介、マッチコミッショナー川本博、審判センター中村優。以上、マッチ職者の皆さんです。それでは皆さん、お待たせいたしました。本日の両チームスターティングメンバーをご紹介しましょう。はじめに白のユニフォーム FC 岐阜、背番号25ゴールキーパーヴィクトル、背番号17ディフェンダー大本勇樹、背番号15ディフェンダー田森大樹、背番号5ディフェンダー青木翼、背番号16ディフェンダー福村孝之、背番号23ミッドフィルダー小野優斗、背番号10ミッドフィルダー庄司義弘、背番号6ミッドフィルダーシシーニョ、背番号7フォワード田中パウロ純一、背番号14フォワード風間光雄、背番号11フォワード古橋京吾、続いてリザーブ選手です。背番号21ゴールキーパー高木義成、背番号26ディフェンダー岩瀬剛、背番号27ディフェンダーヘニキ、背番号8ミッドフィルダー野沢秀幸、背番号22ミッドフィルダー山田光平、背番号28ミッドフィルダー長島雄志、背番号24フォワード難波弘明、